はい、こんにちは、ビッグボーイと。ビッグママーです。それね、引き続き、コールオブデューティーアドバンストオフェアチームデスマッチ、ビッグママとプレイしていきたいと思います。で、バルを使っていこう、ちょっと今回から。俺もバルがね、ちょうど、アサルトライフルで、非常に偏ってると言われてるこのバルをね。はいはい。モダン3でいう、MP7 的なね。感じかな。え、いや、水鉄砲じゃないか、それなら。水鉄砲か。俺の大好きだったね。あれね、G36C が大好きだったね。ああ、いいね。まあ、頑張っていきましょう。敵はどこかな？いった。パンチ！よーし。いいね、パンチ。当たると気持ちいいな。そう、あ、待って待って。水火ないだけにパンチ当たると気持ちいいよね。後ろから敵が来ててやられてしまった。敵が上にいるぞ。待って。よし。逃げた逃げた。オッケーオッケー。いてぇ。よし。オッケー。だいぶね、操作にも慣れてきた方かな。最近ちょっとバトルフィールドとかね、ばっかりやってるからね。ダブルキール。UAV。UAV 俺も。いや、UAV 回せてる感じ強いよ。なんか。なんか。頑張ろう、頑張ろう。ああ、やられた。まあね、ゴーストの場合はね、サットコムを回すなんて言い回しすらないからね。サットコムとか何？ほんとあの置物、オブジェだよ、オブジェ。おい、ちゃんと劣気としたレーダーだよ。あれって本当にあんの？わかんない。でもあれ壊されたらレーダーないとかさ。ああ、アドバンストオフェアに関しては絶対ジェットパックなんてないから。まあまあまあ。いや、ジェットパックぐらいなら作ろうと思えばあるのかな。作れなくはないだろうけど、実用化は。ねえ。よし。待って、足をくじかないのおかしいでしょ。兵士に一体どんな訓練をさせるんだって。おー、やられた。くそ、敵がどこにいる。いた。よし、このマップ複雑で、なんか何があるのか分かんない。3人ぐらい固まってる。ああ、ほんとだ。やばい、ちょっと結構接戦。接戦だとちょっとね、勝ちたくないよね、ガチで。ああ、後ろ。後ろ。ね。ほんといろんなとこにね、敵がなかなか、おるんですわ。うわぁ、マジかよ。あー倒せない。ちょっと まずいな。全然倒せない。やばいやばいやばい。全然倒せないな。集中していこう。いたけど、ちょっと待って。敵がなかなか連携プレイをしてるぞ。よし、うわ、待って待って、角にいた。角待ちスタイルね。いや、でも角でもないかな、今のは。なんだよ。よし。いやー、なんだろうね、だんだんこぼれた敵を倒してる感じがしてくれる。このステージにモアイ、モアイっていうか、モアイみたいなのが、モアイ。モアイある。あー、ちょっと待って。なんだあれは。よし、なんだこれ。ちょっと逃げてからリロードして。ブラストアプレッサー、アプレッサーがついたのか、武器に。永久救援物資、なんだこれ。よし、バル本当に長いところに随分。うわー、ショットが。
ヘッドショットありがたい。おお、スナイパーライフル。まずい、負けるぞ、このままじゃ。同点。勝ちたい、勝ちたい、勝ちたい、勝ちたい。横から来る。3連続ヘッドショットぐらいなんですけど。チームの足しか引っ張ってない。まあそういう日もあってもいいよ。よし。ああ、んだ。勝てる勝てる勝てる。勝てる勝てる。すごい、一気に敵いるんだけど怖すぎ。よし。ことラスキルは俺のもんだ。俺のもの。この前の動画で聞いた。よーし。今のは止まらなかった。さあ最後の最後で結構スピーディーにビューティフルに倒したかな。ビューティフルかどうか。中庭だ。奥にセントリーガンを放置してるね。敵さんがいたということで。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。